よし、ここね、M サイドカフェ。カムロ町も変わったもんだな、こう見るとな。こんなところに来るとは思えねえが。なあ、どうすんだ。まあ、とりあえず中で聞き込みだな。と言ってもミキコがカムロ町で目撃されたのは1ヶ月くらい前だ。うん。今いる客に聞いたところで目撃証言を得られる可能性は低い。名探偵。だったらどうするんだよ。今いる客に聞いて意味がねえなら、1ヶ月前からこの場にいそうな奴らに聞いてみるのさ。そんな都合のいい奴いるか。とりあえず探すぞ。だから結局店員さんなんじゃないですか。カムロシアター背後、なんだなんだな、なんか光ってないか。なんだあれは。カイトーさん、ちょっと上を見てくれ。調べる。そういや、デートで俺がやらかして、あいつの怒りが収まらなかったことがあったな。何しちゃったのよ、ゴリラちゃん。人だかりができて大変な状況を収めるために、随分強引なことをやったっけ。ミキコを怒らせた思い出。思い出の玉？あ、スキルがアンロックされた。鉄板ハグ。あ、何？ハグ、ハグ、ハグだって。あ、お前ハグしたんか。喧嘩収めるために畜生何やってんだ。どれだ？鉄板か。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ？これか。いやー、その昔付き合ってた女に叩かれながら怒られた際、熱い抱擁でごまかした。その記憶から編み出した荒々しい締め技。これやりてー、これやりたいわ、ジュン。ちょっと待って。ちょ、聞き込みする前にこれ覚えちゃうわ。誰か喧嘩しようや。鉄板ハグ。すごくないか。彼女との思い出すら喧嘩に応用する俺。それでこそおヤクザ、元おヤクザ。よー、チンピラ、ハグさせてくれよ。鉄板ハグ覚えてきました。さあ来い。鉄板ガード中に、うわー、これ、これだ。鉄板ハグです。ハグをご覧ください。フリーハグです、ゴリラちゃん。フリーハグです。俺、てめえ、この野郎が。熱い抱擁、熱い抱擁、熱い抱擁。はい、見てください。はい、はい、素晴らしい。世界の中心で、カムロ町の中心で愛を叫んでいます。俺、よいしょ、よいしょ。誰彼構わずハグしちゃうんだから。もう八神先生に怒られちゃうよ。そんなカイトさん、俺以外の男をハグしないでって。よいしょ、はい、よいしょ、オッケー。行って、この野郎が。後ろから蹴るのは違うだろうが。いい技覚えた。はぁ、思い出の場所他にもあんのかな。いいね、いいね。他の思い出の場所も見つけたらぜひ教えてくれたまえよ。思い出、思い出して強くなる。過去は大事にね。はい、店員さんに聞けばいいんじゃないか、やっぱりさ。うん。なあ、ちょっといいか。この女性を探してるんだが。誰でしょう。誰でしょう。俺の母ちゃんだ。行方不明なんだ。そうなんですか。誰でしょう。1ヶ月くらい前にカムロ町で目撃談があったんだ。カムロシアターに来る可能性があってな。見てないか。ちょっとわからないですね。1ヶ月前はな。そうか。あ、でもあの人ならわかるかも。誰だ。カムロシアターでずっと働いている掃除のおばちゃんです。うんうんうん。お客さんの顔とか覚えるの得意な、すごい人で。素敵な人。へえ。その掃除のおばちゃん、今どこに。さっき屋上に向かうのを見ましたよ。屋上か。分かった、ありがとな。ほーん、掃除のおばちゃんか。はいはい。他に何かないかな。カンコドリが泣いてるじゃねえかよ。お姉ちゃん大丈夫か。なんか食べてくか。ジュン、買ってやるぞ。いらっしゃいませ。お父さんはお金持ちだからな。パフェとか好きだろう。ほら、お食べなさい。召し上がれ。いただきます。もう親子で、親子でいいでしょう。ごちそうさま。ありがとう。かわいい。ごちそうさま。はい。で、中にいる人に聞き込めたりは別にしないんだろう。掃除のおばちゃんぐらいかな、話せるのは。そうっぽいな。キャッチのお兄ちゃんもいる。怖い怖い。行こう。はい、屋上に行くぞ、ジュン。屋上には登ったことがあるか。うん。都会にもこんな緑が。掃除のおばちゃんらしき人は見当たらねえな。みんなリーマンだ。もうどっかに行っちゃったのかな。ミキちゃん、どこ、どこ行っちゃったの。お嬢ちゃん、
なあ、あの子迷子かな。ミキちゃんって言ってたけど。ミキコのことだってのか。まさか。まさか。一応聞いてみようぜ。他に手がかりもねえし。あんなちっちゃな子がお前以外に子供がいたっていうのか。ミキちゃんじゃないけどゴリラちゃんだよ。お嬢ちゃん、ちょっと聞きたいんだが、今ミキちゃんって言ってたよな。うん、迷子になっちゃったの。そうなの。迷子？私の猫。猫。猫？なんだそう。ミキちゃん、君一人？お母さんやお父さんは？お兄ちゃんが下にいるよ。ミキちゃん探してくれてる。親切な掃除のおばさんもね、一緒に探してくれてるんだ。掃除のおばちゃん？なあ、その人どこにいるかわかるか？隣のビルの方に行くって言ってたよ。隣のビルっていうとミレニアムタワーの方かな。因縁のミレタワー。なあカイトーのおっさん、この子の猫も探してやろうぜ。なあ、ついでに探してやるか。見つけたら教えてやるよ、お嬢ちゃん。うん、ありがとう。な、人助けコンビ。はい、なるほどね。ミキちゃん、猫ちゃんを探しに行くんだ。じゃあミレタワに行けばいいってことか。おい、ついてこい、ジュン。ミレタワか、最近叫んでないから叫んどくか。錦山くん。はい、オッケーです。ここからピョンって飛べない？あ、すいません。はい、近道。ジュン置いてこい、ついてこい。この高さ飛べないとお役座にはなれないぞ。ジュンがいない、巻いちまったか。来い、ジュン飛べるか。飛べた、よし。さすが俺の息子だ。はい、じゃあ中入っちゃっていいのかな。早速、お兄ちゃんらしき人は外にはいないですね。ミキちゃん探し、ミキコミキちゃん探し、精を出していきましょうよ。あ、見れたわだ。ここなんか思い出の場所じゃない？カイトさん、すぐ飛び降りちゃうんだから。あたいにとってはもう思い出しかないんだけれども、最後のけじめぐらい俺につけさせろよ。スキルとか発動しない？しないか、わかった。ほうほう。あ、掃除のおばちゃん、こっちのビルも掃除してるんだ。はあはあ、そうでございましょう。ほうきで、時間かかりそうですね。お、いたいた、掃除のおばちゃんだ。長くここで働いてるなら、ミキコの目撃談を得られるかも。おばちゃん、ちょっといいか？お仕事中すいません。ん？何かしら？あ、猫。あら、あの猫、あんなところに。多分、ミキちゃんね。ああ、ミキちゃんって、女の子が探してた猫か。首はしてるね。あら、あなたたちも探してあげてたの？なんとか捕まえてあげられないかしら。ああ、いや、一応猫も探してたんだが、それとは別に、ちょっと聞きたいことがあるんだ。それは後でね。はい。今目離したらミキちゃんに逃げられちゃう。なあ、カイトのおっさん、さっきの女の子困ってたみたいだし、先にあの猫を捕まえてあげようぜ。そうだな。おばちゃんも猫のことで話聞いてるどころじゃなさそうだし。問題はどうやって捕まえるかだ。なんとかしてあの猫を地上に下ろせねえかな。ターボだったらこんな時アスレチックであそこまで登れるのかもしれないけどね。登れるかな。ん？え？え？俺に登れと？猫を下ろす方法、方法？なあ、ジュン、あの猫をなんとか下ろせねえかな。猫じゃらしでもあれば飛びついてくるんだけど。もしくはボールとか。猫って動くものに反応するだろ。なるほど、動くものか。そいつを猫のいるところに近づけられりゃなんとかなるかも。ドローンか。怪盗士といえばドローンでござろう。ああ、品のあるお姉さんだったな。おばちゃん、ちょっと人を探しててな。写真を見てくれるか？かわいそうだわ。ああ、こっちすら見てくれない。あの女の子泣いてたの。ミキちゃんがいなくなっちゃって。車にはねられて死んじゃったかもって泣いてたわ。早く何とかしてあげなきゃ。まあ、そうだな。猫のことで頭がいっぱいみたいだな。優しい人が多いんだけどな、カムロ町。はい、ドローンなんじゃない？飛ばせるよね。鳩、飛ばしてみようぜ。はあ、
フライト、よっしゃー、そういうことだろう、きっと。カイトさん、ドローン好きだったもんね。鉄装兄ちゃんに自慢してたもんね。はいはいはい。ああ、上行きすぎだ。これを、なんか、近づければいいのか？慎重に慎重に近づいていくよ。シャッターチャンス！はい！んで、近づいて、もっと近づく？うい、うい、うい、どう、あ、違うのか？あ？おー、きん、あ、大丈夫なの？猫って大丈夫なの？その高さ。あ、降りてきた、降りてきた。頭いい。カイトのおっさん、ナイスだぜ。まあな。優雅に歩いていくじゃない。あ、運命の出会い。ミキちゃん。あ、よかったよかった。よっしゃ、これで話が聞けるか。うん、よし、これでおばちゃんも話を聞いてくれるだろう。ちょっとずつちょっとずつ駒を進めていくね。はい。行くのか。あのおばちゃん、ちょっといい？ほうきだったら何時間かかるんだ、はい、この広さ。俺は八神探偵事務所の海藤ってもんだが、ちょっと人を探しててな。この女性だ。綺麗な人ね。誰？俺の女。俺の母ちゃんだ。はい。行方不明でさ。まあそうなの、かわいそうに。最近カムロ町で目撃談があったらしいんだ。カムロシアターに縁のある人だからここに来たかもしれねえ。おばちゃん、ここで働いてるなら見たことないか？私はここで働いてもう4年になるけど、最近は見てないわね。そうか。あれ、そういえば、お、思い出すね、住民の皆さん。何か思い出した？そうよ、あの時の写真。写真？1年半くらい前だったかしら。男の人がね、よく似た人が写った写真を持って聞いて回ってたのよ。パパ？ちょうど今のあなたみたいな感じで。男が？それも1年半も前に？なんだか深刻な様子だったわ。母ちゃんが失踪したのは2年前だ。その半年後に聞き込みしてたってことは、あ、どういうことだ？おばちゃん、その男どんなやつだった？何を聞かれた？何しろ1年半も前のことだからね。ああ、でもどうした？その人に連絡先のメモをもらったんだった。もし何か思い出したら連絡してくれって。なんだって？そのメモはどこに？ああ、どこかしら。多分家のタンスに突っ込んであると思うけど。あ、でも取ってある。おばちゃん、仕事が終わってからでいいんで、そのメモの情報連絡してもらえるか？謝礼は払うからさ。連絡先はここに頼むよ。うん、お名刺あるの？うん、いいよ。今日はもう上がりだから帰って探してみるわ。おばちゃん、頼んだぜ。サボの名前消さなくてもよくないか？ お母さん見つかるといいね。それじゃあね。1年半前。よし、これは大きな手がかりだ。その探されてたのがミキコさんの写真かどうかはまだ不明だが。え、パパ、でも亡くなって半年後、目撃情報の半年前、何人の男がミキコを探してるって言うんだ。一旦事務所に戻るぞ。はい。ああ、もうすっかり射程だな。あれ、お前、あら、確かバトー探偵事務所のカイト。なんでてめえがそのガキといる？え、ジュンは俺の依頼人だ。お前らこそ何の用だ？ジュンを知ってるのか？カイトのおっさん、こいつら誘拐犯だよ。誘拐？誘拐？昨日からなんか俺のこと突き回してきやがってさ。うちの親父超金持ちだから身代金要求するつもりなんだ。だと、悪い人じゃないからついておいで、好きなゲームを買ってあげるよって。古典的。手口が古いんだよ、バカだろお前。だとこら、兄貴はバカじゃねえ。そうだぞバカ、てめえだろクソガキ。なんだこの口論。うるせえぞお前ら、余計バカに見えるだろうが。
前ら見境がねえな。脅迫の次は誘拐かよ。探偵のやることじゃねえだろ。黙れ、仕事も邪魔すんじゃねえ。そのガキをよこせ。この子は俺の依頼人でな、連れ去ろうってなら容赦しねえぜ。うわ、父の背中見せつけるね。商売の邪魔ばかりしやがって。おい、やっちまえ。仕事仕事言ってるからさ。だから久々にブースト使っちゃおうかね。うわれやおれ。だから京也さんが、純くんパパが馬頭事務所に、馬頭探偵事務所に話持ちかけたんじゃないか。だから貞本パパが依頼したんじゃないか。うちのバカ息子を、不良息子を連れ戻してくれみたいな。あ、馬頭事務所は悪徳探偵なんですなんてことを教えてあげないといけなかったか。ええ、でも探偵に依頼するんだとしたら、なぜ八神探偵事務所に言わなかった。それは海藤さんと純くんの血のつながりをもう知っていたから。京也パパそんな感じ、複雑な関係。千田さんは最後にさすがに取っておくか。おれおれ、うちの息子を誘拐しようだって、このバカチンガー、バカチンガーよ。いやいや、いってこの野郎が。よし、ああ、千田もハグできる、千田もハグできる、ハグしよう。うわー、ハグできなかった、やだやだ。もう抱きしめられないだと。来いよ。あ、くるくるくるぞ。よいしょ。はーいはーいはい、お得意のこれ。仕事仕事言って、そんな誘拐するようなバカなやつじゃないだろう。送信自体でバカか。馬頭事務所はバカでございますか。ナイスハグ、ナイスハグ、これが出したかった。ほら、ラブ&ピース、ハグをもっとしないか、もっとしないか。もうしないのか、わかった、喧嘩しようや。おれやうれや、いがらしを出せ。はい、見せつけて、股関節見せつけて。はじき、はじき、決まる、はじき、はじき、はじけぬ、はじけぬ、はじけぬというのか。いやいやいや、ガードして、ガード外されちゃった。やるじゃねえか、千田四郎。馬頭組若頭の名は本物だったようだな。来るぞ。あ、先生先生先生、また先生って呼んじゃった。はーいはーい、まあ海藤さんも先生ではあるか。うん、先生って呼ぶね、これから。てんてー、おれ、手こずらせんじゃねえ。仕事ってなんだ、誘拐ってなんだ。今時身代金目当ての誘拐なんて成功すると思ってんのか。真面目に働きなさい。そうな。ああ、いや、お前、おっと、動くんじゃねえ。ナイフはやめてあげて。俺たちの作戦勝ちだな、カイトさん。ジュン、お客様に笑顔を。馬頭探偵事務所か。俺に場所は割れてるし、あそこにいるとは思えねえが、一応当たってみるか。あ、こんな時一人だとな、どうにも動きづらいよな。あー、ジュン、絶対にすぐ助けてやるからな。あ、ちょっと東に連絡しない、あの子忙しいから。ちょっと待って、みんな忙しいの、今忙しいの。ちょっともう武器振り回して終わり。はいはいはい。そんな総出で、事務所総出できたじゃない、あいつら。だからお父さんに、まあ依頼されてのかな、逆に誘拐ね、今時すると思えないから。お父さんからの依頼で連れ戻してくれ、金ならいくらでも払うとか言われてた。まあお金を払って純くんが戻ってくるならばいいんだけれども、お父さんだってお金ぐらい払えるでしょ、払えるでしょって聞いてんだ。でもな、息子になんかな、興味がない感じもしたからな。でも警棒で2発殴られてすぐ立ち上がるってさすがだよね。それアイスピックで刺されても生きてるわ、生きてるわね。あんた、お前らも戦うか。おい、おれ、もう人様のバイクでダーン。路駐してるこいつが悪いよな。駐輪場に置いてあるバイクなんて俺だって振り回したりはしないさ。一体ジュン、ジュン、このビルだったか。バト事務所あるんじゃねえか。2階だと、この野郎が堂々と看板出しやがってよ。どっから入るんだ。都会のビルの入り口って分かりにくいよね。入ります。また来ることになるとはな。まあ、もぬけの殻。あ、引っ越し。
誰もいねえか。なんだこの荷物。お引越し準備中ですか。連中、事務所の移転でもするつもりか。こないだのことで摘発されると思ったのか。はあ、引っ越し先の新しい事務所の場所が分かれば何か手がかりはねえか。連中の行き先が分かる手がかりが。その残ってるもんですかね。怪盗愛を使ってやりましょう。高そうなソファーですね。ふんふんふん。まあ、趣味はなかなかよろしいんじゃなくて。いいソファーが置いてあるな。もらっていくか。立派な方が依頼人からの信頼を得やすいし、事務所に置く価値はあるんだろう。金儲けの手法はともかく、こういうのはうちも見習いたいもんだ。金があればだが、八神探偵事務所もなかなか趣味はいいと思うよ。なんかね、気取ってなくて親しみやすいインテリアだと思うけど。なんか床に落ちてない。なあなあ、私はそういうとこ見逃さないよ。ふんふん。あ、タバコか。なんだ、何吸ってんだ。ホープか。ホープだな。置き忘れか。このままじゃ捨てられそうだし、俺がもらっておくか。うん、 SDGs ホープ。カイトーさんはホープ水なの。そうかそうか。はい、さてと、どっかに住所ポコンってね貼ってあるとかあるか。これはなんだ。うん、バラ。あ、何か落ちてる。なんかのメモだな。電話番号ぽいよな。なんか数字が書いてある。この区切り方からするとどっかの電話番号か。おしゃれなメモ帳じゃない。ああ、電話番号ね。裏には何か。何もないか。んー、バラのメモ。意味深じゃないの。はい、電話番号。新しい事務所の。はいはいはい。へえ、神棚も持ってくから。日本刀があるもんね。探偵事務所じゃにゃーよな、こんなんな。腰だな。ガムテープ、ガムテープ、ガムテープ。ガムテープ、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 ガムテープ。ガムテープ。残りの荷詰め用か。引っ越し業者のもんだろうな。はい。はい、で、これは？あ、これも電話番号？これ電話番号だよな。一応メモっておくか。はい。ああ、番号がいっぱい。こっから電話かけてみちゃう？電話代の節約。電話機か？ん？もしかしてこれ使えないか？あの番号、試してみるか。可愛らしいメモ。この可愛らしいってのが鍵よね。どっかのお店のお姉ちゃんの電話番号に繋がったりしてかけてみよう。とりあえず、こいつにかけてみるか。あ、もしもし。はい、ラッカンパネーダのキララです。キララです。今日は残念だけどお休み中です。ごめんね、次お店来てくれた時にサービスするから。それじゃ、待ってね。キャバ嬢の電話番号だったのか。事務所内の誰かが入れ込んでんのかね、キララちゃん。とにかくこいつはハズレだったし、別の手がかりで当たろう。もう一つの電話番号にかければいいと。キララちゃんのお店今度行ってみよう。はい。はい、こちらは九州一番星です。一番星です。お、なんか覚えのある番号だと思ったら九州一番星の電話番号か。最近は電話帳登録してたからすっかり忘れてたぜ。ラーメン屋の番号登録してやんの？出前とかやってくれんのか？一番星。悪い。間違えてかけちまった。また今度出前頼むからよ。馬頭の奴らも九州一番星の常連だったか。まあ、手頃だし、味も悪くねえからな。しかしこいつはハズレだったか。別の手がかりを当たろう。まだ電話番号がありそうだな。ありそうだ、ありそうだ。今やめておこう。なんでホワイトボードに、九州一番星の電話番号わざわざ書いたの。絶対に忘れちゃいけないことってこと？これ。なるほど、常連だったか。お店で鉢合わせることもなきにしもあらずか。メモね。もう愛ではないか。ノーズイヤー使ってみるか。臭いか。似合うな。ここか、カイトーさん。嗅いでくれ、嗅いでくれ。はい。この段ボール、革製品の匂いがするな。一応調べてみるか。革の匂い。あ、マックベルト、装飾品ありがたい。お、こいつは使えそうだな。悪どい金で買ったもんだろうし、拝借しておくか。もう強盗になってない？本文忘れてない？ゴリラちゃん、他に匂うものはあるか？ふんふんふん。こっちか。タバコ？ホープの香りがするよってこと？お、この匂い、俺のタバコと同じ銘柄だな。ああ、ホープ水だったんだね。はい、でこの観葉植物、匂いはするが別に調べる必要はなさそうだ。はあはあ、こっちもそうか。
観葉植物、八神探偵事務所にもバラの一輪二輪飾った方がいいんじゃないか。はいはいはい、他に調べれるところはないか。匂いはもうしないのか。タバコ臭いなぐらいか。次はイヤーだ。何か聞こえるか、怪盗さん。純の鳴き声、なんだここは。この近くから音がする。この中か、キャビネットの中。あ、こいつはスマートキーか。スマートキーの音。そういや、電池切れかなんかで警告音が鳴るって、へえ、つくもたちが言ってたな。つくもし、ありがとう、ヒント。お、棚の中には他にもなんか置いてあるな。見てみるか。全部もらっていきましょうよ。ふんふんふん、プレゼント。プレゼントフォーユー?これは愛か。あ?この箱はなんだ?開けてみるか。ああ、なんだ?ありがとう。見学の心得。ええー、ああ、ありがとうございます。こいつはせっかくだし、もらっておくか。何でもかんでももらっちゃうんだから。いや、他にあるか?聞こえるか?いや、電話番号知りたいのよな。他に数字、数字。数字を調べてんのよ。電話番号見つけるっぽいんだよな。それはなんとなく。今までの傾向からわかるのだが、日本刀も一本二本もらっていこうよ。八神探偵事務所にも。飾ろうよ。この書類は関係ないわけ。他に調べてないところある？怪盗さん。怪盗士。ん?ダンボール？ん?引っ越し業者のダンボール。なんか手がかりがないか調べてみるか。はあ、次の行き先の電話番、ああ、引っ越しセンターの番号ってことか。こりゃあ。この電話番号、バトの奴らが使ってる引っ越し業者のもんか。なるへそ、そっちね。なんかに使えるかもしれねえ。一応メモっておくか。これだったか。了解。この番号にかけてみるわけだ。はい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 。はい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 。電話をもう一度かけてみましょう。オッケー。うん。これで、引っ越し段ボールの電話番号にかけてみりゃいいわけよ。さっきの番号に電話すれば引っ越し業者から情報を得られるかもしれねえ。行きましょう。そっかそっか、段ボールだったか。それでよかったんだな。はいはい、毎度お世話になっております。バトさんの事務所ですね。どうかされましたか？なあ、実は引っ越し先の住所がわからなくなっちまってな。まだ新しい住所を覚えられてなくて。ねえ、演技。ああ、そういうことありますよね。ちょっと待ってください、お調べしますので。おう、頼むよ。占領通りのようですね。番地はちょっと待ってくださいね。まあ疑わないか。教えてくれる。よし、情報ゲットだ。奴らの引っ越し先は占領通りにあるらしい。早速向かおう。純、大丈夫か。乱暴なことされてなきゃいいけれどもな。あんな近くで刃物突きつけられて怖かったろうに、今すぐでも抱きしめてあげたいお父さんが。おぉ、占領通りな。うんうん、どこに引っ越したんだ。目と鼻の先じゃないか。てめえら、カムロ町に入れなくしてやるからな。こんな野郎、待ってろよ、ジュン。ジュン。